本日は4月3日に行われた K1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチにて挑戦者大和哲也選手に下馬評を大きく覆される1ラウンド50秒衝撃の KO 負けを喫した山崎秀明選手が敗戦直後に気になる発言を行い、格闘技ファンの中で物議を醸しているのでそちらについてまとめていきます。大和哲也選手は2010年初代 K1 マックス 63kg 級トーナメントにて開幕戦では日本人戦績30勝1敗 60kg 近辺ではタイトルを総なめにし、優勝候補筆頭にも上がっていた山本正弘選手を延長の末判定にて勝利を収め、本戦トーナメントへ出場を果たすと、1回戦では後のライズ3階級制覇王者ユウキ、2回戦では石川直樹を破り準決勝へ上がってきた新星西垣左衛門、決勝では翌年の同トーナメント覇者にもなる久保優太、実力者3選手からいずれも左フックでの KO 勝利を収め、歴史に残る K1 マックス初代 63kg 級王者に輝いたベテラン選手です。そんな中行われた山崎秀明 VS 大和哲也では、戦前の予想では山崎秀明勝利予想 97%、 大和哲也勝利予想 3% と K1 タイトルマッチ史上では過去最高となるワンサイドの予想になり、山崎秀明選手勝利の声が多く上がっておりました。しかし試合では伝統派空手特有の遠い間合いから踏み込んで打ち込む山崎秀明選手の右ストレートに対して、12年前に K1 マックストーナメントを制した殿下の宝刀左フックを合わせ、大和哲也選手が衝撃のジャイアントキリングを収め、タイトル戴冠を手にしております。この下馬評が大きく覆った大和哲也選手衝撃のワンパンショーに対して、ライジンファイターの久保優太選手はツイッターにて、大和哲也選手のあの左フックか、12年前僕もダウン取っていけると思ってイケイケでやられたから気持ちがわかる、どんだけダメージを負ってもパンチの威力が落ちないのは恐ろしい、山崎選手のあの威力のフルスイングパンチによくカウンターを合わせられるという勇気もものすごいと、山崎秀明選手の剛腕フルスイングを冷静に対処しカウンターを合わせた大和哲也選手に対して評価するコメントを残し、さらに大和哲也選手はツイッターにて、わからんな謎だな、僕は山崎秀明選手も大好きだが、秀兄があんなに人間性を見せれる選手はいない、ファンに近い、でも格闘技は残酷、勝敗ってなんだろう、わからない、俺は羨ましいよ秀兄が、結局人生ないものねだり、俺は勝っても一人、人生何がゴール、結果自分が良ければいいんだろうと、対戦相手でもある山崎秀明選手へリスペクトを残すコメントを残し、そんな大和哲也選手に対して山崎秀明選手はツイッターにて、先日もありがとうございました、山崎とのダイレクトリマッチ受けてください、勝っても負けても現役最後とツイートし、勝っても負けても現役最後、引退試合として大和哲也選手にダイレクトリマッチの要求を行っております。この山崎秀明選手のダイレクトリマッチの要求に対してファンの中では、僅差の判定ならわかるけどあれでダイレクトリマッチはない、チャンピオンが負けた場合はもう一回チャンスあるっていう条件でやったならわかるけど、ボクシングじゃないんだから、山崎選手とんでもなく悔しい気持ちは分かりますが一旦落ち着きましょう、カット等の TKO じゃなく失神 KO という完全決着です、ご自身もおっしゃっていた通り順番待ちをするのが筋かと、応援してましたしこれからも応援します、試合後の YouTube も誠実で思いが詰まっててとてもかっこよかったですけど、タイトルマッチ結果 KO 負けでチャンピオンにダイレクトリマッチ求めるのは違うと思います、タイトルかけてなかったらあったかもしれませんね、セオリーでは並び直しになってしまうのではないでしょうか、など山崎秀明選手のダイレクトリマッチ要求に対して反対的な意見が多く寄せられております。このファンからの否定的な声に対して山崎秀明選手はツイッターにて、正しいなんてみじんも思ってないけど現状を切り開く道はそれしかない、わがまま承知で考えはそういうことすんまへんとツイートし、わがままは承知の上での発言だったと意思の固い様子を伺わせております。注目の集まる大和哲也 VS 山崎秀明のダイレクトリマッチは実現するのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。